んすごい光が漏れてる。あっ、あっ、あっ、あ、幻獣じゃん。え、そんな声、鳴き声。あっ、あ、あらま、皆さん勢ぞろい。大きさ的には同じくらいなのかな。でもやっぱり大きいと思うんだけど。ミス、うわ、めっちゃいる。幻獣がこんなに、T さんに、え、逃げるって。うん。ここはちゃんと従うんだ。じいちゃんと一緒がいい。やっぱり。え？どういうこと？わお。向こうからも。大丈夫、話せばわかる。話せばわかるよ。何唱えてんの？ユラ？なんかマディさんと似てる。そんなことはない。おじちゃん？ん？あ、変身しちゃう？同調してる？ちょっと違う。我々と同じ力を感じる。え、幻獣界にはこちらの世界に来てはならぬという掟があります。でも魔石化された仲間を助けるために若者たちが扉の前に集結したのです。その時にティナの姿が、私も感じました。あなたたちの思いが扉の中から、ティナが扉を開けてくれたことで外に出ることができました。しかしこちらの世界に来た途端に自分の力をコントロールできなくなってしまった。なるほど。そのため一つの都市をめちゃくちゃに破壊してしまい、罪のない人たちまで。あー、なるほどなるほど。すっごい声してたもんね。うんうん、なんか重力みたいな感じ。幻獣によっては精神に失調をきたし、人に危害を加えるものも。ああ、そうなんだ。なんか、すごい腰が低い。そうだね。ああ、もうでも絶対、絶対もう、ね、信じられない。帝国は信じられない。うん。来たけどさ。好きだけど帝国信じられない。レオさんは優しいと思う。優しいっていうか、こうちゃんとしてるっていうか、そうね、今はお互い様よね。え、どうした、なんでいきなりとも私の知らないところで仲が治ってんの。セリス優しい。ティナ見てる。ティナどういうこと？ロックにちょっとあれだったの？ロック。ティナかわいい。あ、ケウカの声。わあ、来た。どうし、なん、脱獄しちゃったの？何それ。跳ねられてるけど。ケフカ親衛隊、アーマー隊の力。え、戦うの？そうはさせるか。え、レオ将軍強え。レオ将軍超強え。ケフカ何をする。ヒヒヒ、皇帝の命令です。本当に？うわぁ、やっぱりそれすごいね。だってこれ、それ殺しちゃうってことでしょ。つまり逃げて。ちょっと、え、何これ。やっぱ帝国信用できんかったわ。
だってさ、いきなりさ、つまらん。なんだよ。え。そういうことするやろ。ほんと最低。ひっくり返ってる。上乗るな、レオショウ君に。レオショウ君はやっぱ知らせてない、知らされてないんだね。っていうか、なんで予想と違う予想と違う。悪いとは言わないが、予想とは違う。見れないのか。あ、見れる。ショック。え、なに、レオ将軍仲間になるの？マジで将軍って書いてあるけど、でも私たちの仲間になっちゃったら帝国の将軍ではなくなってしまうよね。あ、もしかしてこれケンカと戦うフラグ。何も話しかけられない。マジでケンカ、お前の行いを許すわけにはいかぬ。わお、相変わらずふざけた格好で。ショックってなんだろう。You are sure! お、強っ。何かわからないけど強い。で、ファイが一人やばくない？あ、ショウ君硬い。半端ねえ。魔法防御が高いね。それかもう私たちが崖が耐えられるようになってんのかもしれないけど。レオ将軍魔法使えないよね。じゃあいざとなったらハイポですね。で、待って、レオ将軍強くね？ショックでいいかな。通常運転じゃない、通常攻撃しなくてよかった。さすがはレオ、私をこのような目に遭わすとは。どこ行った？消えたね。もしかしてさ、カストラ皇帝おいでください。むにゃむにゃ。え、何、意味がわからない。え、お前まで騙してすまなかった。わしのシーン分かってく。ねえ、ガストラさんさ、どこで知ったの、その魔石の話。ケウカから聞いたの？何をしたいの？魔対戦したいの？あ、化けてたの。腹が立って涙が出る。私ごめん、許せんわ。あのさ、敵でもさ、こうちょっとなんか気持ちが分かったりさ、なんかこう敵だけど許せるみたいなキャラクターって RPG に結構いるけど、結構ごめん、私本当に涙が出るほど許せない。こりゃいかん。いや、ごめんなさい。これね、私ちょっとアウトだわ。石がなくなっちゃった。待ってる、今助けに行く。どう考えても前回と同じ幻獣が出てるような気がするんだけど。幻獣さん怒っちゃったよ。これも端から魔石化にしちゃうの？もう
だ。サマサに来たよ。来ない方がいいかも。どうやってやってるんだろう。やっちゃって大丈夫なの？結果は何の力を使ってるんだろう。あれ、いなくなっちゃったよ周りの人。あ、排除しちゃったの今。みっちょっとね、ちょっとこね、何なのこの人本当に。なんかさ、ただ楽しくてやってるだけでしょこの人。これは何、イフリート先生じゃないの？回復してるよ。魔導帝国ケフカってちょっとまずさ、本当にされていくよ。もう本当に嫌だ、本当に嫌だ。もうごめんなさい、声でかかった。本当に嫌だ、もう本当に嫌だ、もう嫌だ、本当に腹が立つ。怪我してんの？どうしたの？シャドウさんは？シャドウさんどこ行ったの？そうや、シャドウさん帝国に雇われてるんだ今。シャドウさんどこ行った？大丈夫？本当ね、大丈夫かな？何この低手。ブラックジャック号治ったの？あ、セッツァーさん大丈夫？帝国が裏切った。あ、ほんとよかった。はあ、自然に脱出できました。え、どうしたの？ああ、いち早くお茶を運んできてくれたレジにご挨拶したてどういうあれなの？ありがとう、マシュマロしてくれて。なんかほんと私なんか5&6どうしようと思ってた。なんかとりあえず女の子に会ったら私の子を産んでくれんかみたいな、そんな感じなの。なんかこう泡魔導士なのにあんまり魔力強くないっていう微妙な、いや微妙とはじゃないけど、そうだ
ね、この辺の話もねしとかないとね、お互い上情報交換をしましょう。ひどいマッシュ筋肉男口だけは達者だな、嬢ちゃんマッシュこういうさ、子供の扱いとか慣れてそう。どうしたい戸川さん10歳よ、コテコテ。どうしたせやな。あーよかった、なんかみんなはみんながこんな感じでよかった。あーもう信じられないの私ですよ、ほんとに。もうやだー、もう。あーセーブしよう。ちょっといつもならここで休憩を取る私ですが、たまには感情に任せていこうかね。帝国は風魔壁へ向かったぞ。何かの像を見つけたとはと。三頭身ね。ね、三頭身って言うとあっちの三頭身になるからな。もっと他の名前が良かったな。でもケイコは結果帝国を作りたいって言ってたよ。パストラさんもいつか、こうね、立場危ういんじゃない。やっぱ部下がどんどん力を持つとね。大地が叫び声を上げている。え？ミストロームじゃなくてなんだっけ。なんだ？ここはどこだ？あ、あ、避けてる。わ、え、あ、ちょ、え、え、あ、あ、あ、落ちちゃったよ。落ちちゃったよ。落ちちゃったよ。何起こってんの。え、ん、何、何かが上がってった。ん、何島。あ、三頭身早いよ。じゃあなんかもうバラバラにしたらダメなんじゃん。え？またアイリー君に発信。ちょっと待ってくれ。せっかくさ、え、てかブラックジャックこう治ったんだね、よかったね。え、どうしよう。またアイリー君に向かう。あ、ここなんだ。こういうさ、小島気になるよね。降りれないから、降りれない。はあ、とりあえずちょっとせっかくさ飛空艇手に入ったから、前回前回こう壊してしまってあまりうろちょろしてないので、ちょっとまあ個人的にうろうろしつつ何かあったらこう動画に残そうと思います。はああまり回ってはないんですが、帝国の将軍だった。だが悪は悪。なんかこれ一緒なのかな。モグ、モグじゃなかったパラコンカンだって、私が名前つけたんじゃん。あ、そっか、獣の原行った方がいいのかな。
ガムだけ暴れる覚えるんだっけ。一番大切なもの、大切なものを大事に抱えてるやつには賭けはできないぜ。まあなんか言いたいことはわかるがみたいな。パーティー変えよう。うわーめっちゃ増えたね。ちょっとじゃあモグにしてみんなの話を聞きましょう。あ、ダッシューズダッシューズ欲しい。ダッシューズ、あーもう本当にあれですね。あれティナいなくない？わしにも世界中駆け巡った頃があったわい。あ、そうなんや。顔へ、いや、いいや、あ、いるじゃん、ティラ。すごいね、自分たちで平和な世界取り戻すって言えるその精神。私ここのそばに横になっておきたいもん。メンバー増えたね、どうする。なんでさ、これ魔大陸入るったってさ、4人メンバー固定でしょ。こうエドガーさんがいなくて感じたのが、エドガーさんって強いなって思った。やっぱ全体でこうズワシュッと殺せるっていうのはすごいと思う。でもなんか最近こう序盤ほどこのその恩恵は感じなくなってきたっていうか、だんだんやっぱりこう機械だけじゃ、まあそれ序盤が強かったね、序盤が強すぎたんだとは思うけど、みたいな。こうメンバーが増えるとさ困るね。だってエドガーさんばっかり使ってるわけにもいかないじゃん。ガウ、あ、獣の原にちょっと連れてってあげたいね。もうずーっと連れてってないからあれだよね、戦ったら覚えてくれるんだよね多分。その獣の原が今まで出てきたモンスターが集結するんだよね。あとカイエンさん、どうしよう、すごい迷う。ティナは絶対に連れてって、ロックは盗む要因だけど、セリスさんも連れて行きたいな。どうなんですか、幼女はみんな連れて行くんですか。ちょっと多分この次のパート取るのに時間が空くので、ちょっと皆さんの意見を取り入れようかな。コメントしてくださったら私は参考に、超参考にします。なるべくこうみんながやってないことをやりたいですね。だってあれじゃない、なんかみんながやってることをやるとなんかこう、あ、それ知らなかったっていう発見ができないじゃないですか。私もこう実況見るときに自分がやったことないことをやってくれる人の方が好きだったりする。私はね、こうまあ実況者さんもこう自分と同じような境遇に立ってこう同じような感想を聞けるのも嬉しいですけど、まあそこはね、まあいろいろ好みがあるでしょうけど。マッシュ、そう、セッツァーさん、セッツァーさんスロットがさ、あれ合うかどうかわからないっていう。パラコンカン、あ、パラコンカンの由来ですけど特にそんなことはないかな。よっぽど知りたい人がいたら、まあ次のおまけにでもつけとき、全然そんな大したことないので期待しないでください。ストラゴスさんどうしよう。ストラゴスさんさ、青魔導士でしょ。これもやっぱりこうラーニングするのかな、その覚えるやつだったら。幼女な、幼女リルムちゃんね、リルムちゃん今のところそのスケッチで、ちゃんとしたダメージを与えたことがないからわからないな。悩む悩むよ。もうそうこうしてる間に5分も悩んでるんですけど、幻獣はね、あ、幻獣ね、幻獣も結構増えてきたよね。これからもどんどん増えるのかな。ロックとティナーが結構覚えてるね。あとエドガーさんもやっぱりずっと連れてるから覚えてますね。いや、今回のパートは本当になんかいろいろありましたけど、は私は許せないかな。私も許せない。もうなんかこう久しぶりにこうゲームで憤慨しました。はい、ちょっと嫌ですね。はい、ちょっと
展開によってはなんかもうやらなくなるような感じかもしれないけど、まあ頑張ります頑張ってみんなと一緒に平和な世界を取り戻したいと思います。それでは後半は語るだけで終わってしまいましたが、今回はここまでにしようと思います。いつも見てくださってありがとうございます。お疲れ様でした。